18世紀のアイスランドの写本、NKS1867-42 に見られる、ヘイムダルがギャラルホルンを吹いている姿。ギャラルホルンは、北欧神話において、アースガルズの門番であるヘイムダルが持つ角笛で、ラグナロクの到来を告げるという、角笛の名前は、ガーラという言葉に由来する。この言葉は、叫ぶ、あるいは、歌い出すという意味である。また、シーグルズルノルダルによれば、 ギャラに由来し、鳴り響く、響き渡るという意味であるという、スノーリの言った第一部、ギュルビタブラカシの中で、ギャラルホルンという名前は、ミーミルが、ミーミルの泉から、知識と知恵を高める水を汲んで飲む時に用いる、角でできた酒好きの名前としても用いられている、コエッタの、巫女の予言は、ギャラルホルンに二度言及する。一度目は、ミーミルの泉に、 ヘイムダルの角笛が隠されているということを示す。二度目では、ラグナロクが到来した時に、ヘイムダルがギャラルホルンを高らかに吹くことを描写する。ギルビタブラカシでは、ミーミルは、自身が守る、泉の水をギャラルホルンで飲んでいるため賢いとされている。その泉の底には、 オーディンが泉の水を飲むために担保として差し出した眼球が沈んでいるとされ、よって、巫女の予言の当該箇所は、ミーミルの泉がある、聖なる、キュグドラシルの根元に、ヘイムダルの角笛が隠されていると理解されるのが一般的である。ギャラルホルンが、世界が水滅する最後の戦いの始まりを告げる、いわば、危険な楽器であるためである。しかしノルダルは、 通常は、キャラルホルンのことだと解される、HLJ を、ヘイムダルの聴覚だと解釈している。その理由としてノルダルはまず、ラグナロクが迫った時にヘイムダルの手元に、キャラルホルンがなければ意味がないことを挙げる。また、フォージェットという語は、安全な場所に、キャラルホルンを保管するという意味ではなく、担保に入れると返すべきであるが、ツノブエそのものを担保に入れるとは考えられない。ところで、 ツノブエを刺すのに、ここで最も適切な子は、コーンであるはずだが、HLJ という単語を詩人が用いている。HLJ は、ツノブエの鳴る音を意味する語で、転じて、ツノブエを刺すようになったが、本来は、傾聴という意味である。従ってこの節は、ギャラルホルンではなくヘイムダルの聴覚が、オーディンの目と共に担保に入れられたのだと解釈できる、としている。ノルダルはさらに、 アースガルズの板囲いの修理を受け負った交渉の巨人に対して約束の報酬を払わなかった制約違反によって訪れた運命から救われる方法としてアース親族が選択したのがミーミルの知恵の泉の一区分を得るのにオーディの視力とヘイムダルの聴力をミーミルに渡すことであったと推論しているつまり神々は賢さの代償に外部に対する感覚を失ったのだとしている 一切が混乱する前に、ヘームダルが、キャラルホルンを吹かなかったのは、彼の聴力が弱化したためだとは、断言できないものの、これらのことが、神々の滅びの新しい段階であると、ノルダルは述べている。もちろんこの説を不自然として退りける研究者もいる。ありがとうございます。